ではコーナーの方に参りましょう。一押しマンデーネタナイト。このコーナーではテーマに基づいた3組に今一押しのネタを披露していただきます、うん、今日のテーマ、はい、祝キングオブコント1回戦通過コンビスペシャル始まりましたね。 ABC 回ポスター改めましておめでとうございます。おめでとうございます。おいうのとさらにキングオブコント2022の大阪予選も始まりまして、いろいろね、まあ、結構緊張感が劇場にまた漂ってくる季節にねそうね、これが終わった次また M1 の、うん、緊張感がありという季節も感じますね。感じますよね我々はね、はい、うん、ということでそこで1回戦を通過したコンビ3組にですね、うん、コントを今日は披露していただこうということでございますね。はい、ちなみに先月ネタを披露してくれた、お兄ちゃんとペというね、うん、コンビいましたけども見事合格でございます。いいですね。最近の NSC の子はねすごいね。もう完璧、うん、皆さんもネタの方、まあ、コントなんでね、はい、なかなかこう視覚的なところはわからないところも多いかもしれませんけども、はい、まあ、想像力でね、もうイメージして、ね、イメージして楽しんでいただきたいと思います、はい。一組目いきましょう。一組目は NSC 43期生芸歴2年目のジャスト仁岡でございますね、うん、ボケの北川くんとツッコミのリクトからなる、一度解散したことがある、そして再結成をしたコンビということでございますね。戻ったね。そういうことでございます、はい、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。うわめっちゃヤンキーに絡まれてるコール。あれよく見たらクラスメートの北川くんや。大丈夫かな。え北川くんが殴った。うわ殴られた。え殴った。うわ殴られた。殴った殴られた殴った殴られ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 た唾かけられた殴った殴った殴ったチンチン触った殴られた殴られた殴られた水をつけられた殴った殴った殴ったチンチン触った殴られ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 たチンチン触っ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 た殴られ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 たチンチン触ったチンチン触ったチンチン触ったヤンキー逃げた。うわすごいすごいよ北川くん。北川くんヤンキー大事したやん。めっちゃかっこいいってすごすぎるって。えさっきのヤンキーがめちゃくちゃ仲間引き連れてまた北川くんのところに来てる。大丈夫かな。チンチン触った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 。おい音はくれ。音さっきはごめんね。チンチン触った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 ヤンキー逃げた。北川くんチンチン触った。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。なんでしょう、うん、すぐもうオールザッツとか持っていけそうな穴引き団とかね。いいですね。いつからこんなポップになったんですか、チンチンは。チンチンってね、まあ、ポップでなかったんですけど ね、 そうですよね。我々の世代ではね、ネクストジェネレーションはそうなっていくということでございまして、改めましてジャストニオカのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。触ってたね、いっぱい音をいただいちゃいました。ほんまに映像で見てほしいですね、うん、で北川くんはずっとこれわかんないですけど、うん、ずっと動いてるんでむちゃくちゃしんどいと思うんやけど、
いや、いいですね。一発だけ水落ち食らってたのおもろかった。そうやね。それも何やね、水落ち。なんかもっといろんなとこ行くんかな。水落ち1だけでしたからね。どうですか、ジャスト・ニオカは。卒業してどれぐらいですか、今2年目ですね。そうか、2年目か。まだ。どうやってみて、一応プロの芸人として。はい。どうですか、活動して。はい、めちゃくちゃ芸人むずいっす。やっぱちょっと思ってる感じじゃない？そうですね、もうちょっと受けたりするかなとか思ってたんですけど、うん、特に初め1年目の時は本当きつかったっすね。大丈夫、俺らまだ全然むずいなと思ってるから大丈夫やで。ありがとうございます。じゃあ俺らがな、俺ら2人がな思ってるからな。もしかしたら明日簡単やなと思うかもしれんで。そうやで、もしかしたらな。そういう世界やから、うん、よし。リクとはな、ようサッカーとかでも一緒になりますけどね。そうですね、ちょっとやっぱし津田さん追いかけて僕も行きたいと思います。こいつはね、ほんまに誰からも愛される才能を持ってる、うん、今の返しでわかるもん、津田さんを追いかけていくって。嘘つけ。嘘やねんけど。なんか分からんけど、うん、ほんま豊臣秀吉がこんな感じで出世していったんやろなっていう。これ温めてみたいな。温めてみたいな。はいはいはい、はい、ですから。同期見渡してこんなまっすぐ嘘つけるやつやっぱこいつぐらいだ。まっすぐの目で嘘つけるんやろって。世渡りんやね。でも大事だな。その北川くんは逆に誰かこうなんか誘ってもらったりとかなんかよくしてもらってる方とかいらっしゃるんですか？いないです。そうか、そうこんだけチンチン触ってたらなかなかちょっとな。先輩にも触ってもらう癖が。いや、いいよね。でもまあ面白いってよく聞きますし、ジャストニューカーはね。あー、うん、なんか目標とかあるんですか？やっぱコントを基本的にしてるんやもんね。あ、そうですね、はい、基本的にコントをやってますね。キングオブ、まあ、うん、としては、まあ、そうですね、老若男女笑わせれる芸人になれればと。新人では結構絞られるで。NGK とかに立ちたい。出れるかな、新人では。出れるやろうけど、うん、なんかクレームとか来たら一瞬で外される可能性もある。いや、でもそれ以外のネタももちろんいっぱいあるわけでしょ。はい、はい、あります。あります。ちょっと楽しみでございます。なんかライブとか決まってるんですか？あ、はい。今週の木曜日に、かけるチャレンジバトルに。出た、これ大事やん。お、出ましたんで、はい。19時から、はい。漫才劇場で、はい。コンビで立たせていただきます。コンビやろ、そら。そらコンビやろ。お前だけ出るわけないやろ。そ, あ、そうですね。すみません。僕もお邪魔させていただきます。お邪魔します。2人で出てこそのジャスト2妖怪から、それはね。チケットとかあるんですか？チケット、そうですね。うちのおかんが1枚買ったんですけど、おかん仕事入ったらしくて無理なんで、1枚。おかん、仕事休んででも行くもんやけどな、多分そんなの普通な。と優先されました。一枚キャンセル出たんや。はい、キャンセル。一枚バントキャンセル出ました。出ました。はい。ツイッターとか、うん、あれかな、インスタとか見たらやってるかな。そうですね。はい。インスタやってます。僕もインスタとツイッターやってます。北川です。はい、北川とリクト。はい、リクトです。はい。ジャストニオカの北川とリクトで調べてもらったら出てくると思いますので、うん、皆様ぜひチェックしてあげてください。うん。はい、お願いします。はい、ということで、ジャストニオカでした。ありがとう。ありがとうございました。はい、ベリー。いいですね。あ、めちゃくちゃ好きですね、僕は。面白いですね。面白いですね。リズムネタなんかなと思ったら、ちゃんとしたネタで。そうやな。で、1分とかにもできやすそうやし、いいっすよね。面白かった。ぜひ映像で見ていただきたいですね、これは。はい、うん、ということで、このあたりで1曲聴いていただきましょう。はい。リクエストでございます。津田さん、ベップさん、こんばんは、これからの時期聴きたくなるようなこの曲をリクエストさせていただきますということでございまして、はい、神奈川県にお住まいのラジオネームサンサンサンライズさんからのリクエストでございます。ありがとうございます。ミセスグリーンアップルで当てますよね。ミセスグリーンアップルで青と夏。
ウエストサイドジャンクラフネクストではラフッコの皆さんからのリクエストもお待ちしております、はい、メールアドレス小文字で wsjl@yesfm.jp にメールを送るか、ツイッターでハッシュタグカタカナでラフネク、こちらでつぶやいてください。お願いします。2組目参りましょう、はい、2組目は NSC43 期生芸歴2年目の無限ペンギンでございます、はい、ボケの中野くんとツッコミの広瀬くんからなる TikTok でショートコントを披露しておりまして、うん、なんと18万人の、フォロワーを持つコンビということで、すごいですね。それではネタの方からお聞きください。どうぞ。話って何？なんかちょっと照れるな。照れる？急に呼び出してごめんな。いや、びっくりしたわ。今日はさきちゃんにちゃんと言おうと思って。私に？え、何？この前の返事まだしてなかったから。渡してごめん。僕もさきちゃんのことが好きです。改めて僕と付き合ってください。え？ごめんなさい。え？ごめんなさい。どういうこと？さきちゃんから告白してきたいの。私が告白して雄大くんがちょっと待ってほしいって言うたいつやったっけ？中1。私も43やねんけど。え、待たせすぎちゃう？最初何のことかわからんかったし。いや、俺にも考える時間欲しかったからさ。どんだけ考えんのよ。答え出すのに時間かかりすぎでしょ。でもこの前はほんまに好きかわからんかったから。この前っていうやめて。30年も前やから。じゃあ何？さきちゃんは昔の気持ちと今の気持ちは全然違うってこと？当たり前でしょ。顔すらほとんど覚えてなかったし。とりあえず30年間のさきちゃんの思いをグラフにしたから見て。これ見たら気持ち変わるかもしれへんから。いや、変わらんて。じゃあそっち持って。何これ、何作ってんのよ。ここがさきちゃんが告白してきた13歳。ここ何？気持ちの変動いかつない。ほんでこれずと来て10年間ぐらい私めっちゃ嫌われてるやん。ああ、この時期は彼女おったから。彼女おったん？何が30年間の思いよ。ほんでここが今。急にどうした？ぶち抜けてるけど。どうかな？どうもこうも好きになった。ほんま最近やん。あと T シャツも用意してるから。いや、引くって。何その T シャツ、雄大と永遠に恋の、どういう意味？ああ、これはさきちゃんの分もあって2人で1つの文字なんだよ。ダサ。いらんいらん。ほら、くっつけると雄大とさきは永遠に治らない恋の病。私の方、さきは治らない病。公認みたいになってない？ああ、ほんまや。でも大丈夫、これ裏も書いてあるから。え？ほら見て、裏もっと終わってる。これから2人は死ぬまで運命共同体。どう？これから死ぬ運命？私のこと殺そうとしてる？いや、どういうつもりよ。よろしくお願いします。いや、無理やって。どこで行けると思ったん？そっか。まずどこに来ていくよ、そんな。あ、普通にナンバーとか。いや、笑われるわ。じゃあ、あともう一つあって。ああ、もういいもういい。トラウマなるから。私もう帰るわ。ごめんな。ちょっと待ってよ、さきちゃん。さきちゃん。もしもし、予約したお店キャンセルで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いや、面白いですね。待ちましたね。気持ち悪いやな、実際こんな人目の前にいるから。その間、女の子はどうしてたんやろ。いや、その結婚されてな。結婚したかな。あるんじゃないですか、それは。ということで、改めまして、無限ペンギンのお二人です。お願いします。お願いします。すごいね。TikTok が18万人も。はい、ね、はい、10月の26日ぐらいまで1万人ぐらいしかいなかったんですけど、そこからその報動画っていうのを上げ出して一気にそこまで増えたっていう。それです。それはいわゆるなんていうあるあるなのか、それともなんていう普通のショートコント？よくあるあのあるあるを、みんなの心の声を代弁して言うみたいな感じなんですか。先生から例えばあの先生トイレって言ったときに、先生トイレじゃありませんって言われたときに、みんなが思ってる言葉を代弁して言ってるっていう感じで、みんなにスッキリしてもらうっていう動画を上げてます。はい、へー、時代やな。あ、いでは何、1日の時1万人やった？1万ちょっとぐらいでした、12月26で1万ちょっとぐらいでした。12月26だからほんま半年ぐらいでも一気に、あ、そうですね、はい、
すごいな。その TikTok とかで顔刺されたりするの、そんだけおったら。あ、僕らそうですね、たまにあります、前たまにですね、はい。すごいね、ちゃんと。16万人が支持してるわけですね。18万人です。18か、はい、もうダメです。なんで16って出てるの？何の数字かも分かれない。普段はじゃあコントをされてるんですか？普段は漫才ですね。漫才なんや。はい、で3回目のコントで、で、作ってキングオブコント出たっていう、去年と同時のキングオブコントでしかコントしたことなくて。へぇ。もしかしたら、うん、その TikTok とかもそうやし、コントの方がこう向いてるとかもあるかもしれない、そうなったら。あ、でも僕らはあの M1 っていう舞台がかっこいいなと思ってるんで。そうかそうか。ちょっと悪いとかじゃないんですけど、うん、その M1 の舞台にちょっと目標があって、うん、M1 の舞台で優勝したいっていうのがあるんで、漫才やりたいなっていう気持ち。なるほどね。だからどっちも逆に言うと、うん、両方できるっていうのはめっちゃすごいことやし、いいかもしれないよね。漫才は全然受けないですね。受けないそんなことないやなんで急にネガティブなんで。そのオーディションとかもじゃああれなの、その漫才をメインにやられてるんですか。はい、そうですね。はい、もしかしたらコントとかやったらポポンと劇場とかまで一気にいけるかもしれないもんね。劇場出てから永遠コントせなあかんならへんかなと思って。いやでも、うん、入って漫才やってる人も全然いるし。そうなんですね。でもまあその漫才で今受けへん状態でもし運よくコントで上がれたとしても、うん、劇場入って漫才やってダダ滑りやったらちょっと恥ずかしいなと思って。いやなんかナチュラルにブラマヨの吉田さんみたいなんで考えすぎやね。ガチに。いやこんだけ面白いことできるから漫才も、うん、多分面白くて多分伝わってないだけやから全然大丈夫よそら、うん、ありがとうございます。いや素晴らしい。 KOC もだから2回戦に、うん、で2回戦また違うネタも何本か作ってるのじゃ。あ、そうですね。今題材だけ。そうです。今から新ネタ作っていくっていう。わあ、すごいな。楽しみですね。ああ、ね。なんかちなみに近々のなんかライブはあったりしますか。近々はもうほぼないんです。キングオブコント2回戦ぐらいしかないんです。あ、でもそれはいつですかちなみに。7月27日です。末か、月末。また新ネタ直出しになるんですね。はい、あ、そうか。かけまあそうか、でも同じネタでもいいやろ。あ、同じネタでもいい。あ、でも一応もう雰囲気はもう大体考えてるやつだって、それをやりたいなっていうのはあるんで、それでいこうかなと、うん、すごい。ちょっとぜひ、ほぼ初おろしのネタになるかもしれませんけど、皆さんでキングオブコント見に行ってあげてください。はい、なんか TikTok とか Twitter とか他なんか SNS やってるんですか。インスタグラムちょっとやってて、僕の方がちょっとインスタの方にだいぶ力入れてる形なんで。どういうこと力入れてて。あの TikTok にリンク貼れるのが一人だけなんですよ、インスタグラムのリンクを貼れるのが。へえ。リンク貼ってて、でそこから TikTok から流れてきてくださるファンの方がいっぱいいらっしゃって、で、あの全部インスタでファンの方とやり取りするのは全部インスタでやってるんで、はい、DM とか毎日ずっとやり取りしてるっていう。すごいな。じゃあ皆さん、うん、TikTok、Instagram ね、フォローしてあげていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、無限ペンギンのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ベビー。はあ。時代ですね。その1万人の時点でもすごいですよ。いや、すごいよ。だって、1万人を。うん、こう1万人からフォローされるってまず変やからな、うん、まあ、その媒体のさ、その、あれもあるかもしれんけど、うん、TikTok のがフォロワー多かったとかな、聞くけど、うん、それでも、だって2年目で18万人って、うん、ちっちゃな年やで、18万人。そうね。すごいで、そう考えたら。まだ、そんな頑張らなあかんって、僕らもね。うんうん、ということで、このあたりで一曲聴いていきましょうか。はい。これは、あれ、ベップ先生の。僕が、はい。ちょっと夏っぽい曲だな。まあ、いや、さっき聞いたで、それ。リクエストで、サンサンサンライズさんが。今回も夏っぽい曲を聴かせていただきます。はい、それで聴いてください。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。さあ、ラスト3組参りましょう。はい、3組は NSC44 期生、芸歴1年目でございますね。はい、の寝癖若葉でございます。はい、ボケの原大光とツッコミのカンカンからなる
アブノーマルな世界観の男女コンビでございます、うん、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。宮崎くん何してるの？ここ松本さんの席だよね。先生、僕その松本さんのことがすごい好きで、犬が自分の好きな匂いを体につけるために飼い主さんとかに体をスリスリするじゃないですか。だから僕も松本さんの匂いを体につけるために松本さんの机に体をスリスリしてたんだ。誰にも言わないで、お願いだよ先生。宮崎くん頼むよ先生。まずガム噛むのやめて。あ、いやこれ、あ、何何か隠してることがあるんだと言いなさい。これそのガムじゃないんだ。松本さんの口の中敷きをガムみたいに味がなくなるまで噛み続けてるんだ。な、殴ったね。まだ親父にもぶたれたことないのに。なんなの、真面目で成績も優秀な宮崎くんがまさか放課後一人教室に残ってあんなことしてたなんて。でもちょっと待って、好きな子の靴の中敷きをガムみたいに味がなくなるまで噛み続けるってすごい発想力よね。あれ、これはもしかしたらすごい才能なのかも。私は教師として宮崎くんのあの行為を叱るべきか、それともあの才能を伸ばしてあげるべきか。宮崎くんの発想力に感動した私は悩みに悩んだ末、生徒の才能を育てることに決めました。それから毎日放課後になると私は心を鬼にして宮崎くんの発想力を鍛えるための訓練を始めたのでした。宮崎くん、もしこの靴下が松本さんの靴下だったとしたら。松本さんの靴下？宮崎くん、君ならどうする？そうだな、僕はこの靴下に綿を詰めてそこに松本さんの似顔絵を描いて一緒に寝るね。なるほどね。いやそれは弱いわ。私だったらこの靴下を口に入れて噛んで吐き出す汁を放置して発酵させて口噛み酒を作るね。なるほど、そうすることで噛んで楽しんで発酵させて楽しむ、二段階で松本さんを楽しむことができる。そう、こうして宮崎くんはめきめきとその才能を伸ばしていったのでした。後に宮崎くんがその並外れた発想力を生かし世界から紛争をなくしノーベル平和賞を受賞するのはまだまだ先のお話。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。素晴らしいですね。何でしょう、一本映画を見たようなね、超大作。いやいいですね。ということで、改めまして、はい、寝癖若葉のお二人です、うん、お願いします。いやー、うん、いいですね。そもそも中敷きに味あるんですか？ある、そう、そこが気になる。中敷きの味がなくなるまでとかじゃなくて中敷きに味あんねやが、そこが気になったりね。どんな味だ我々はしたんですけど、これどっちがボケにな、どっちもボケやもんな。原太鼓の方はどちらでございましょうか？はい、女の方が原太鼓です。はい、皆さんにね分かるように。そして、うん、カンカンの方は、はい、男の方がカンカンです。お願いします。はい、そうです、よろしくお願いいたします。はい、うん、面白いですね。すごい、どっちがネタ考えてるんですかこれは？原太鼓が考えてます。原太鼓だ。さ、原太鼓はなんでまずその原太鼓にしたんですか？と、あの、あんまりあの大した理由じゃないんですけど、うん、から大学まで打楽器やっていたのでっていうのと、あと見た目がもう普通すぎるのでせめて名前だけでもと思って原太鼓にしました。なるほどなるほど。でカンカン君はなんでカンカンなんですか？僕はもう単純に名前がカンなんで、なんか名前出さなあかんからすぐ出せって言われて、もうすぐカンカンって出しました。ちょっと長なるやん、すぐ出せ言われて2回カンカン書くんやったら。もうあんまなかったんで、もうカンカンでお願いします。すごいね。でも1年目でね、うん、こんなクオリティの高いコントを、うん、男女コンビはこうなんで組もうと思われたんですか？うん、
大学4年生の時に私が NSC に入ることを高校の友達に相談していて、そしたらたまたま相方もその同じ友達に相談していて、その子が相方の大学の友達で、その共通の友達知り合いで知り合いになって、入学前に会わせていただいて、はい、一人で入るの怖いから組もうかって組みました。付き合う時の流れのやつやですね、はい、さ紹介のやつや。あんまコンビでそれ聞いたことないけどな、うん、間の、ある種ちょっと運命的な、じゃあ出会い方を。そうですね、はい、運命です。すごいな、なかなかね、そういうの聞いたことないですけれどもね、うん、どうですか、なんかお二人に聞きたいことありますか、エット君は。その男女コンビに僕毎回思うんですけど、うん、恋愛感情ならないですか。確かにそんな運命的な出会い方をして、うん、そんなならないですか。私たちがその中学女子校出身と中高男子校出身なので、うんうん、その私も一回も付き合ったりとかしたことないので、そのなんかここまで恋愛経験がないと、もうなんかこじれにこじれちゃって、もうなんか満足できないっていうか、その普通じゃ物足りないので、その全然な興味ないですね、もうダメです、カンカン君はどうなの。いや、僕はもう人生もうネタも全部書いてもらって、うん、もう引っ張ってもらってる側なんで、もう上すぎてもう無理ですね、僕も。そうなんだ、リスペクトがすごいカンカンちゃんからしたら、その原大子ちゃんに対して、うん、そうですね、もう最近はもう冗談でですけど、うんちって呼ばれるんで。でも僕はもううんちでも全然十分なんで。冗談でもそのうんちとか言ったらあかんねんで、原大子さん。これうんちって言われて、うんって言って、あはみたいな笑いやってるんで。付き合うやん、そんなやつ。そんなやつの未来はやけど、多分付き合うやん、それは。身分的にうんちって呼んでるわけじゃなくて。うん、話してくれるエピソードが全部うんちだし、うんちそのものなんですよ。あと、どういうこと？うんちの話をするってこと？はい、うんちみたいな存在というよりは、うんちにうんちのことをよく話す。しか言わないです、はい、彼が。そんな人間おらん。そんな人間、もう嘘ついてるやん、それはさ、カンカンちゃんが。人が喋るときにさ、うんちの話しかせえなんて、だってないで、普通。でもその相方からそのネタ合わせに関しての電話とか来るとき、いつも最近はほぼ100で僕うんちしちゃってて。そっつけや。そんなやつおらんやろ。だからそのうんちとは呼ばれてるけど、その軽んじられてうんちってよりは、うんちそのものとして扱われてる。それもなんで、それならいいとしてお前も受け入れてんねん。それが嫌やろ。はい、いや面白いな、まさかチンチンで始まりうんちで終わるとはね、僕らも思ってなかったですけど、しもしもでね、いやいいですね、面白い。なんか目標とかあるんですか、1年目ですけども。うん、目標は広島出身と長崎出身なので、それぞれの地元で番組を持ちたいです。あ、いいですね、わかるわかる。あなた宮崎ですからね。はい、僕宮崎だからね。カンカンちゃんも同じですか。いや、僕の目標はちょっと違って、うん、長崎出身と広島出身なんで、それぞれの地域で冠を持ちたいです。で、聞いた、うん、聞いたよ、もうさっき聞いたよそれ。最初か、すいません。うんこやな。何やねん、うんこやな。失礼なこと言うやん。何やねんそれ。うんちなんだよ、許してください。ごめん、こじゃなかったね、ちやね。どっちでもええねん、そこ。いいね、でもその目標が叶うようにね、頑張ってくれたらと思いますけれども。うん、なんかライブとかありますか、近々。いや、ライブはもう9月のオーディションライブまでないんです。なるほど。SNS とかなんか YouTube とかやられてるんですか。はい、寝癖若葉のぽっこりぽっこりっていう YouTube チャンネルがあるので、ぜひ。もしよかったら検索してみてください。お願いします。どんな動画上げてるんですか。まだネタ動画上げてなくて、彼が裸で踊ってる動画とかが。大丈夫。今 YouTube 乳首とか見えたら、そのバンされるとか聞くけど、大丈夫なのそれ。そこに貝殻がちゃんとついてます。はい、武田久美子やないねんから。知らんやろ。知らんやろけど、その君ら若いから。うん。そうそう。ちょっと見てみたいわ。
広島の方にはすごく馴染みが深い動画になると思うんで、ぜひ広島に。あ、じゃあ貝殻、カキなんや。カキの貝殻。あ、カキをつけてます。はい、へぇ。ちょっと気になるな。寝癖若葉の、うん、なんでした？ぽっこりぽっこりです。ぽっこりぽっこりで、ぜひ皆さん調べていただきましたらと思いますんでね。うんうん、検索して、まあ、Twitter とか SNS もやってるもんね。はい。はい、じゃあぜひ、寝癖若葉の原太鼓とカンカンで調べていただきたいと思います。うん、はい。ということで、寝癖若葉のお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ベリー。面白いですね。いいコンビですね。いいコンビですね。うん、リスペクトしてるな、原太鼓のこと。あ、すごいね。皆さんのハッシュタグラフネクのツイート見ていきましょう。はい、純子さん、3組とも面白かった。うん。いいですね。面白かった。あとは、運命です。かわいい。確かに、運命的なことを運命って言えるっていう関係性は素晴らしいですよね。うん。大体恥ずかしがって言う、たまたまなんですけど、とか言ったりするもんで、はい、運命でございますけれどもね。うん、あとはね、TikTok チェックしますと。うん。いいね。無限ペンギンね。TikTok から Wikipedia が出てましたよ。だから、その芸人としての Wikipedia じゃなくて、TikToker としてね。はい、なるほど、なるほど。だからまあ18万人まで行ったらもうそういう感じになるんかもしれないですね。うん、あとはですね、チャレンジバトル頑張ってください。うん、ジャストニオかね。あ、リアルに触ってるんかなっていうのでさ、リアルに触ってるかどうかは吉本アカデミーの動画で、うん。それはもうぜひそちらで楽しんでいただけるように。はい、ということでございまして、うん、以上、一押しマンデーネタナイトでした。さあ、今日はキングオブコント1回戦通過スペシャルということでしたけども、はい、いかがでしたか？いや、1回戦通過してるからもう普通にもうレベル高いし、絡みすぎて入ってこないですよなそのさ、はい、とか一回やってからやってよ、もう単が絡みすぎてもう何にも入ってこないです一回やってから喋ってください、はい、何ですか、もう一回戦 いいんですよ、もう尺とかめんどいからレベルが高かったです ですね、うん、だからもう2回戦も次頑張っていただいて、うん、次が順々ですよね、そこはだから分かんない、はい、あなたが言ったのは1回戦から順々って言ったからそれはないでしょって言ったのを私は説明してますんで、はい、ですので、まあ、この動画で楽しんでいただく方が一番いいと思いますね。いや、見た後はもうめちゃくちゃですね、あなた今日これ見た後にこれが多分ついてますもんね、いつもそうやから、はい、見てないし、あなたこの動画バレましたよ今。いや、見てますけど見てないやん、だっておかしいですよね、後か後か、いや、おかしいやん、だ見ていただいたと思うんですけど、いっぱい喋らないください、あのいっぱい喋ってこれ見ていただいたこいつごめんなさいね、編集してくださってるスタッフさん、こいつ最低ですよ、ほんまほんま、見ていただいてありがとうございました謝罪するなら謝罪して、はい、終わった方がいいと思います。すいませんでした来週も見てください、来週もぜひ、はい、よろしくお願いしますありがとうございました